はい、どうも Q です。本日はプラネットズーの続きをやっていこうと思います。はい、前回ですね、こちらアイスドームを作りました。今まで作ったことない円形のドームですね。作り方、新しく、覚えてですね、やってみました。まだお客さん全然来てなさそうですね。ちょっと時止めてるのであれですけども、ちょっと動かしてみましょうか。お、炎が、やっぱあれですね、光がすごく眩しい感じがしますね。レンズの光かな、これ。レンズの円形の光がこう反射が見えますね。こんな感じで飾ってみました。こんな感じですね。思ったよりうまくできたかなと思いました。もうちょっと多分うまくできたんでしょうけど、まだまだなんでですね。こちらのドームですね、こちらのスタッフルーム、あと雪山をちょっと作りましたね。角がまだ残っていますが、今回はちょっとそこは触りません。はい、で今回はですね、こちらの方に飼育エリアを作っていきたいと思います。はい、前回同様ですね、飼育エリアの周りに池を作っていきます。そうして、行くことによって動物が逃げられないようにします。簡単に言うとですね、フェンスなしのそんな動物の飼育エリアができます。前にもお話ししたことがちらっとあるんですけども、動物福祉って言いまして、要は動物たちにできる限り自然と同じような形で住んでいただくと。要はフェンスなんかないですよね、自然では。なんで、そういうのを省いてですね、動物にストレスを与えないようにして、飼育するやり方となっております。こちらですね、プラネットズーではあまりそういった、動物福祉のことは、まあ、全く関係ないって言ったら語弊がありますけども、多少はあるんですけども、そこまで大きくは、ないですね。はい、では、透明の、ゲームの中の、設定のお話で申し訳ないんですけども、飼育エリアの囲わないといけないんですよね。なんでこういう形で、今、とりあえず透明の、名ばかりの、フェンスを、つけているっていう形ですね。はい、では、こんなところで、いつものコーナーを挟みたいと思います。コメント返しのコーナーに行きます。最初はそうですね、高島優太さん、ナイスということです。前回の動画を見ていただいてコメントいただきました。毎回いつもありがとうございます。本当にね、嬉しい限りです。ありがとうございます。はい、そしてラルトルさん、この方も、毎回来ていただいておりますね。動画投稿お疲れ様です。動物かわいいですねということです。これも前回のものですね。犬系は本当に、犬猫は本当にかわいいですよね。凛々しいっていう意見もありましたね。今回のドールに関しては本当に良かったですね。はい、まあ新幹線動画さんですね。実況わかりやすいです。このゲーム細かくてすごい、慣れてますね。犬の歩き方もすごくリアルという形でもらってます。初コメントかな。ありがとうございます。自由度が高くてリアルな演出がね、できるとても楽しいゲームとなっております。どれ、コメントまでいただいてありがとうございました。はい、こちらもいつもの方ですね、ちゃんぱぱチャンネルさんですね。遊びに行きましたということです。ありがとうございます。いつもね、本当にありがとうございます。はい、せいチャンネルゲームドキドキ猫さんですね。こちらの方も初めてですね。こんにちは、はじめまして。コメントさせていただきます。優しい声に癒されました。またお邪魔しますねということです。ありがとうございます。そう言っていただけるとね、本当嬉しいです。ね、コメントまでいただいて本当にありがとうございました。はい、加藤、香取龍馬さんですね。
この方もよく来ていただける方です。やりすぎです。笑いと。そうですね。動画ベース早いってよく言われます。まあ頑張ってね、上げて皆さんに見ていただきたいなと思って、結構ね、頑張って投稿しております。本当、いつもコメントありがとうございます。はい。次ですね。エンドラ3ミリタリー、軍事さんですね。すごい、私のよくわかんない動物園とは大違いだ。先ほどありがとうございます。お邪魔させていただきました。私も頑張らないとということです。初コメントありがとうございます。遊びに来てありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。本当にね、大変励みになります。本当ね、この方ね、すごく大きなチャンネルをお持ちで、もう2万人以上登録されとったかな。いやー、本当ね、こんな弱小のところに見に来ていただいてね、本当に恐縮です。本当にありがとうございます。はい。またね、こちらも見させてもらいます。ありがとうございました。はい。以上かな。はい。いやね、本当ね、嬉しいですね。いろんな人からコメントいただいて、毎回毎回本当嬉しい限りです。ありがとうございました。ということで、動画に戻っていきます。現在は、こういう形でですね、柵を、がない代わりに、ちょっと岩で区切っています。自然っぽく、こうね、いろいろ、こう、試行錯誤しながら、いろんな岩を組み合わせたりとかしてですね、不自然のないような形で、あと、逃げられないような形でですね、ちょっと、枠組みをしております。はい、ではこんなところで、今回入れていく動物の紹介をしたいと思います。名前はバビルサーと言います。あまり自分はちょっと聞き慣れないそんな動物になっております。イノシシ科の、バビルサ属に分類される、動物となっております。バビルサという名前は現地の言葉で豚を意味するバビと鹿を意味するルサを合わせたもの。頭に向かって湾曲しながら伸びる牙は最後には頭に刺さって死に至るという話が広まったことから、自分の死を見つめる動物とも呼ばれているということです。いや、実際そんなことないみたいですね。はい。分布はインドネシア、ブル島、サラ諸島、マンゴル島、タイオウブチョ島、スルビシ島らしいです。はい。違いますね。スルビシ島では絶滅って書いてありますね。失礼しました。体長は85センチから105センチ。肩幅は65から85センチ。毛並みは少なく、バビルサはその2つの牙で有名であると。ということです。そうですね。牙が、ちょっとこの後で出てきますけども、牙がちょっと特徴的な、そんな感じになってますね。オスの方が、牙があってメスはないですね。生息は、熱帯雨林や塔の茂みの下、映え、川や、湖の岸などで、これは体毛がほとんど少ない灰色と、茶色の斑点模様の皮膚にとっては擬態場所となるということです。はい。雑食性で時々パンギノギなどの、生酸化化合物が含まれた有毒な新芽を食べ、解毒作用のある特別な水たまり、温泉による湿地帯の水を飲んだり、泥を食べることでこれを中和する。しばしば何キロメートルも歩いてこれを行うと。すごいな。自分で有毒なものを食べてそれを解毒するための温泉とか飲むんですね。ちょっと変わってますね、本当に。パンギノギは有毒であるが栄養が高く、1、2個で、1日の山を賄うことができる。へえ、そうなんだ。また湿地帯では泥を浴び、体についた寄生虫を取り除くということです。分布が、人との関係はですね、分布が限定であることに加えて、森林伐採による生息地の破壊、非イスラム教徒による、食用の、狩猟などにより生息数は減少していると。1931年に、抗議のバビルサは法的に保護の対象とされた。1975年のワシントン条約発祥時からワシントン条約附属書に、記載されていると。
このような独特な外見を持ちながら個体数は年々減少の一途をたどっており、現在数千頭ほどである。理由としては他の多くの絶滅危惧種のと同様に森林伐採や密猟の地1回の産む子供の数が1頭から2頭と少ないこと、前述した条件を満たす生息地が人間の生活圏と重なってしまい開発されて住みどころを奪われたり害獣として駆除されたというのことが起こっていることから挙げられる、ということが挙げられるんですね。1931年よりインドネシアの国宝によって保護されているとのことです。やっぱりどの動物もやっぱりそんな感じなんですね。いやーちょっと悲しいですね。はい、ということでもうすぐ、飼育エリアが完成いたします。まあ、最終仕上げですね。動物が好きなそんな、ものを置いていっております。はい、ではこんな感じで飼育エリア完成いたしました。ではバビルサを見ていきましょう。オスのやっぱり牙がすごいですね。先ほどの説明にもあった通りね、牙が鼻の上から、これ牙なのかな、角に見えますけども、なんか頭のてっぺん突き刺しそうなそんな感じしますよね。伸びたらどんどん上に行くんでしょうね。刺さらないって、まあ、傷つけることもあるでしょうね。見た目も本当なんか豚にそっくりですね。鳴き声も豚そっくりですし、豚かってことだけありますね。ではメスの方も見ていきましょう。こちらは角入ってないですね。こちら本当なんかイノシシにそっくり、そんな感じがしますね。犬かきしてるみたいで、こうやって見ると可愛いかもしれないですね。カバちょっと溺れとるようにも見えますが、もう走ってますね。はい、ではそろそろお別れの時間となります。またですね、よろしければ見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価なんかももらえると嬉しいです。ぜひね、コメントなんかもよろしくお願いいたします。今後もね、またどん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 上げていきますので、もしよろしければ応援の方お願いします。それではまた次回でお会いいたしましょう。失礼いたします。